はい、どうも、こんにちは。沖縄、おばばでございます。はい。はい。パナタンが、パナタンが、パナタンが、おててを動かしております。はい。はい。はい。かわいいおててですね。はい。えー、黒とピンクのダンダラでございまちゅー。ねー はい。皆さんどうも、こんにちは。沖縄大場でございます。はい。えー、大変なニュースが入ってきました。大変なニュースでございます。はい。まあ、そんなに大変じゃないかもしれませんけど、なんと、ボリビアっていう国があるんですけどね。えー、アフリカ諸国でしょうね。えー、このボリビアなんですけど、えイスラエルと断交しました。はい。イスの国と国、 交をね、えー、断交いたしました。椅子の国でございます。イスちゃんでございます。はい、イスちゃんとね、断交いたしました。はい。えー、これね、結構ね、日本、まあ、あ最,最初はね、我が国はね、椅子の味方だーって言ってましたけど、 まあ、これ、あの、ど、どっちに転ぶのか、まだちょっとね、はっきり立場を表明してないところもあります。ちょっとだけね、えー、椅子の国であることは分かってるんですけど、はい、えー、しかしね、ボリビアという国、えー、天然ガス、あと鉱物ですね。鉱物っていうのは好きなもののことではありません。 はい。鉄とか銅とか、はい。え、ああいった、あいわゆる鉱物でございます。はい。え、ミネラルでございますね、鉱物。はい。の、結構な産出国なんですよ。はい。特に天然ガスですね。主な、あのー、産出国になっております。はい。えー、まあね、こういった国、はい。椅子と断行です。で、えー、こうなってくるとですね、 日本の立場どうなんでしょうかっていうことですよね。つまりですね、中東がもしね、ホルムズ海峡ですね、ホルムズ海峡が閉鎖で石油が入ってこない、燃料ない、どうしよう、え天然ガスもないって言った時に、アフリカのね、こうした国にお願いすること、お願いすることもできるかもしれませんが、日本が ああ、椅子側だっていうことですね。椅子側だっていうことを変えない限り、こうしたアフーの立家の国々は、日本に売り、売ってくれなくなるかもしれませんね。はい。えー、こちらのボリビアというね、国、あの、表明しました。えー、自分はね、 あの、ガザちゃんですね。ガザちゃんのね、ちょっとあの、人道的なね、扱いには、はい、椅子のね、人道的な、はい、ガザちゃんに対する扱いには、ちょっと納得いかんよ、ということで、今回、今回、断交です。断交です。はい、断交というのは、詳しく、まあ、皆さんわかりますよね。国交を断絶いたしました。はい、国、 国交断絶でございます。これとんでもないことですよ。はい。えー、とんでもなくね、えー、重大なことでございます。国交断絶するっていうのは、まあ、わかりますよね。言いたいこと。 敵だよっていうことなんですよね。まあ中にはね、あの台湾のような小さな国はね、えー、まあそういう目論ろみがあないけど、とりあえずね、でっかい国に対してね、えー、ちょっとメンツをあげないといけないからっていうことで断行する場合もありますけど、それはね、えー まあ常識的なところではないんで普通の一般的なあ考え方ではないんでね断交っていうのはね味方ではないです少なくともはい国交を断絶でございますボリビアちゃんイスちゃんとね え、チェアーちゃんと断交でございます。これね、いろんなものに影響してくると思いますよ。他のね、多分、他のね、アフーのリカーの諸国とか、同じことをやり出しますよ。しかも資源持ってそうな国。はい。ということは、日本が万が一ね、えー、ホルムズ海峡封鎖になった場合、 頼れるところがなくなってき、きますよということです。アフリカもね、えー、いろいろね、えー、石油ら、石油やらね、えー、天然ガスやら資源たくさんありますので、えー、まあね、そういうところにも、今後ね、下手をすれば頼れなくなるということです。まあ、これやってきますね。 はい。やってきます。で、えー、立場を、立場をね、国としてこういうふうにはっきり打ち出すっていうことは、どちらかの味方につくということですね。どちらかの味方につくということは、あまあ、これ、もう世界おやつ大会になってるっていうことですよね、3時の。はい。まあ、これ本当にね、えー、甘く見てるととんでもない失 ペガイシが来ますよ。はい。えー、今日の朝のニュースでね、あのー、今年の冬はね、まあエネルギー大丈夫あのー、節電とかの呼びかけしないからって言ってましたけど、これ、雲行き怪しいですよね。はい。雲行きが怪しくなってきました。ボリビアちゃん断行でございますよ、断行。まあ暑いと思いますけどね、これね。 はい、えー。ちなみに本当にね、何度も言うように、えー、こちらのお国、はい。天然ガスが豊富に出るお国でございます。はい。そういう国です。はい、えー。ちなみにね、日本はね、日本海側に色々と資源が眠っているんですけど、開発できません。はい。 え、どっかの誰かがね、開発するんじゃねえって言ってるからなんですよね。まあ、ここら辺はわかりますよね。押して知るべしです。はい。えー、発見された資源が発見されたこれ使えばいいじゃんって言っても、無理です。はい。えー、そういうことになってますんで、はい。えー、まあね、えー、まあ、しょうがないんですよね。日本は属国ですから。はい。属国なんです。はい。えー、これ事実ですからね。もう、もうしょうがない。 言わばしょうがないんですけどね。えー、でもまあ希望を言えばね、本、え、当、ー、バカな決断だけは今のアウト政府にねしないでもらいたいです。はい、国際的にバカな決断だけはね、はいそういうことでございます。それではこちらの記事もね、えー、概要欄の方に貼っておきますので。 皆さん見に行ってください。これね、あのー、Google さんから見に行ってくださいね。一応、あの、英語なんでね。はい。よろしくお願いいたします。それではまたごきげんよう。沖縄おばばでした。かわいいでしょね。